3、はい、神日和からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、和紙作家、和紙職人、北の紙工房紙日和の遠野早苗さんです。はい、遠野早苗です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、厚別区にあります工房にお邪魔しております。こちらお邪魔しましたら本当びっくりしたのが、あの奥の立派な工房と、ね、あそこで和紙作るんですか。いやいや、立派じゃないですけどね。いや、本格的ですよ。びっくりしましたよ。そうですか。うん、あ、本当にここで和紙作ってるんだと思って。うん、全然想像よりも大きな立派なもう和すき工場が、うん、ね、そうですね、あんなの北海道で置いてる場所ないでしょ、なかなか。うん、やっぱり多分北海道では、うんうん、ないんじゃないかなと思いますね。後ほどこの話も出てきますけれども、奥に工房があって、これ手前に、ま、あの長いテーブルがあって、ここはワークショップやる、うん、そうですね、はい、ワークショップで私たちがいるこの商品が並んでる、ここがショップになっておりまして、今は3本の柱で、そんなわけでお仕事をされていらっしゃる遠野さんです。では遠野さんに、活動も含めてですね、3つのキーワードで伺ってまいりましょう。3つのキーワード、こちらになります。じゃん、よ、いろんな表情が楽しめる、トラックでフェリーに乗って、エゾワシプロジェクト。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめに何といっても和紙の魅力を教えていただこうと思いまして、まあズバリこう遠野さんから見て和紙の魅力ってどういうところなんでしょうか。まずあの和紙って紙ですから、うん、書いたりするのはもちろんなんですけど、形を変えて飾りコサージュになったりとか、うん、身につけるストラップになったりとか、はい、あの持っている封筒だとか、はい、そういうクリアファイルみたいなものになったりっていうことで、形を自在に変えられるんですよね。うんうん、で、あのいろんな用途で使っていただけるのもあるし、はい、で作っている工程でも、はい、水の中に入っている時は、うん、繊維が泳いでいる状態でもぽやぽやティッシュのようなとか雲のようなっていう感じのものから、すいたら湯葉のような、濡れたこうしっとりとした、わかりやすいですね、雲みたいなものがすいたら湯葉みたいになる、湯葉みたいになるんだ、うんうん、ね、それで拭き終わって乾燥させるとパリッといつものこの和紙の姿が出てきたりっていうことで、はい、本当に作る工程でもいろんな表情が出て飾っていって、はい、で一枚の紙になっていくので、そこが本当に面白いというか魅力的なところですね。うんうん、なるほど。うん、確かにこちら工房をお邪魔しましたら、特にショップを見てもう私さっきから、うん、いやーこんなのも、いやーこんなのも和紙でっていうぐらいですね、うん、あの想像を超える和紙グッズがいろいろございまして、あの玉がね、可愛い和紙の玉が、うん、で作られた携帯ストラップとか、はい、あとはハガキもちょっとこれ見ていただこうかな。これなんですけど、これは生花が空いてるんですね。そうなんですよ。綺麗なもんですね。こんなことできるんですね。うん、ポコポコになってるし、立体的な。普通は押し花で突き込むんですけど、うん、はい、生のままの花で突き込んだら、あの花の色の発色もすごく鮮やかに残るし、でポコポコしたその生きてた姿そのままが閉じ込めた感じになるので、はい、こんなの見たことないと思って感激しちゃった。これ私腹痛1枚なんですけど、この他にもそうですね、こんなお花もあるんですよ。これも和紙ですよ。プリザーブドフラワーかと思いました私。綺麗なもんですね。ありがとうございます。ね、こういうのってもともと和紙でこういうふうにこう作る人って他にいらっしゃるのかしら。私初めて会って、北海道でですかね、うんうん、私も、うん、まだお仲間は見つかってないですね。見たことないですよね。びっくりする。やっぱりこの辺の感性なのかなっていうふうに思うんですけどね。本当にいろんなあの和紙の商品がありますので、ぜひ皆さんもショップに遊びに来ていただきたいと思います。遠野さんから見て本当に和紙の魅力がもうどんどんと表情を変えていく、空いていきながらやっぱりこうなんだろう、ワクワクするようなそういう時間ってありますか、作ってる時に。そうですね、うん、なんか
もう本当に仕上がるまではどういう紙になるのかわからないので、うん、自分の思いはあるんですよ。こういう紙に仕上げたいっていう思いはあるんだけれども、はい、もうそうとはいかないんですよ。すごく難しい、全然思いもよらない形になったり、もうかなりいいとこまで行ったのに乾燥でぐにゃっと形が変わってしなってしまったりとか、そういうことはあるんですけど、だから半分はドキドキしながらどうなってくれるかなっていうのが半分はドキドキと、うん、それからやっぱりその変化を楽しんで、はい、こんな時にこんな表情を出してくれたっていうのを驚きつつっていう感じですね、いつも作っていても、うん、やっぱりその時々で驚かされるような、なんかその度に姿は感動するっていうか、いいなと思いますね。割とこの和紙ってあのパリパリのものもふわふわのものもいろいろ作れるところが魅力かもしれないですね。そうですね、あのその質感というか紙に描くようなパリッとした仕上がりもそうですけど、はい、あのもっと立体的になったり、紙の繊維がすごく荒々しく見えるような表情が、で出したりとか、はい、それから光に透かしたりランプシェードにしたりするとまたそこから紙から通ってくる光の柔らかさ、はい、独特な温かみがあるので、そういう紙が出してくれる雰囲気というか、うん、そういうのは多彩ですよね。確かに言われてみればね、あの障子に代表され影絵で遊ぶような、ああいうこう光の透け感を楽しむっていうのも、和紙の魅力の一つかもしれませんね。そうですね、ランプシェードとかいいんじゃないですか、ね、ね、和紙のいいと思います。あったかい感じがあるし、ね、和紙の魅力がたっぷりということで、こちらに工房を置かれてからはどれぐらいになるんですか。去年の12月に、はい、オープンしたので、半年ちょっとですね。はい、まだ半年ちょっとなんですよ。素敵な作品がいっぱいありますけれども、それまで遠野さんはですね、福井県で修行をしていらっしゃいました。ではそのあたりを含めてですね、2つ目のキーワードで伺ってまいります、はい、2つ目こちらです。じゃん、